ホーマーはアメリカ合衆国のアラスカ州、キナイペニンシュラ郡にある都市。2005年の国勢調査局の見積もりによれば人口は5364人である。ホーマーには広大な海辺の村と道の終点という二つの愛称がある。ホーマーは北緯59度38分35秒、成形151度31分33秒に位置する。 アメリカ合衆国国政調査局によると、この都市は総面積58.1平方キロメートルである。このうち27.4平方キロメートルが陸地で、30.7平方キロメートルが海や湖などの水地域である。総面積のうち52.83%が水地域となっている。ホーマーは、機内半島の南西部に位置し、カチェマック湾に面している。 7km にわたって細長い形状が続くホーマーサスがカチマック湾へ伸びておりホーマーの港もサスに作られている1964年のアラスカ地震ではサスのみならず地域の海岸線がかなりの距離にわたって大きな被害を受けたが小さな草木はサスに生えていたものも生き残ることができたホーマーの近辺からは工作跡が見つかっており 初期ユピック人が生活していたと考えられているが、彼らの村はカチマック湾から離れた場所にある。1890年代になると、この地域から石炭が発見された。クックインレッドコールフィールズ社がこの地に、町やドック、炭鉱、ホーマー鉄道を建設し、石炭の採掘は第二次世界大戦時まで続いた。さらに依然としてこの地域には、 推定40億トンもの石炭が眠っている。ホーマーという地名は金の会社を創業したホーマーペノックから取られた。彼は1896年にホーマーのサシに降り立ち、彼の雇う50人のクルーが暮らすための町を建設したが、この地域から金はあまり取れなかった。ホーマーは昔から世界のお氷釣りの中心として知られている。お氷。 サーモンなどの娯楽としての釣りや観光業の他に、漁業や林業がこの地域における重要な産業になっている。ホーマーでは2006年に北極圏冬季体育大会が開催された。最近では、アラスカ海岸国立野生生物保護区とカチマック湾研究所が共同で、ビジターセンターに体験型の展示施設、アラスカ諸島海洋ビジターセンターや歴史、 文化を紹介する博物館、プラット博物館を設けている。2004年の時点で、ホーマーには3726人、1523世帯、及び955家族が暮らしている。人口密度は144平方キロメートルで、68.4平方キロメートルの平均的な密度に1873件の住居が建っている。 ホーマーの人種の構成は、白人88%、アフリカンアメリカン2.33%、先住民4.88%、アジア系2%、太平洋諸島系1.19%、その他の人種0.73%、および本結3.14%で2.41%の人々がヒスパニック、またはラテン系である。 ホーマーに住む1523世帯のうち31.6%は18歳未満の子供と暮らしており、51.3%は夫婦で生活している。9.8%は未婚の女性が接待種であり、36.9%は家族以外の住人と同居している。29.7%は特許で全世帯の6.1%は65歳以上の 独居老人世帯である。一世帯あたりの平均人数は2.40人であり、家庭の場合は2.99人である。ホーマーの住民は27.6%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が7.2%、25歳以上44歳以下が26.9%、45歳以上64歳以下が28.2%、 および65歳以上が10.1%にわたっている。平均年齢は39歳である。女性100人ごとに対して男性は97.8人いて、18歳以上の女性100人ごとに対して男性は98.7人いる。ホーマーの世帯ごとの平均収入は42,821ベイドルであり、家族ごとでは53,571ベイドルである。 男性の38,063米ドルに対して、女性は34,94米ドルの平均的な収入がある。都市の一人あたりの収入は21,823米ドルである。人口の9.3%及び、家族の7.7%は貧困線以下である。18歳未満人口の11.6%と65歳。 以上人口の6.8%は貧困線以下の生活を送っている。ホーマーは、機内ペニンシュラ軍学区に含まれており、初等、中等教育は保障されている。市内に所在する学校は、下記の通りである。機内ペニンシュラ大学のカチェマックワンキャンパスは、この地の学生に、ホーマーの市営学校が教える、要領以上の高等教育を与えている。 市内のホーマー公共図書館はホーマー図書館の講演者で積極的にホーマー図書館を支援している。ホーマー図書館は1948年に設立されたが建物を新しくするため資金を集めて2006年9月16日に開館された。ホーマーでは2つの地方紙が発行されている。一つは ホーマートリビューンという名の独立した週刊誌で1991年に創刊された。もう一つはホーマーニュースという1964年に創刊された週刊誌で2000年にジョージア州に本拠を置くモリスコミュニケーションズの参加に入った。ホーマーには KMVVFMKMJGKGTL 首を含む多くのラジオ局が存在する。 ホーマーには7つのアナログテレビ局がある。一覧は下記の通り。ホーマー空港ホーマーはアラスカハイウェイシステムの最南端の町である。アラスカマディンハイウェイではアンカレジからアラスカ半島方面へ伸びる主要ルートから分岐して寄港するフェリーがある。空路では臨海部に地域空港があり、エアタクシーが来ないとアンカレジの2都市を結んでいる。ホーマーでは2005年になって 市内発の信号機が設置された。ホーマーは、下記の有名人の出身、または在住地である。ありがとうございます。